グラップリングは格闘技の用語の一つであり、俗に組み技全般を指す場合と、特定の競技名を指す場合とがある。2005年に沖縄県キャンプシュア部において行われたグラップリング大会の様子2006年、レスリングの世界組織である国際レスリング連盟がグラップリングという新しい競技を認定した。総合格闘技から打撃技を省いたようなものであり、 関節技もその多くが有効である。ただし、ヒールホールドなど一部の危険な技は禁止されている。儀を着るルールと、脳儀を着ない、ルールの2種類ある。脳儀の場合でも上半身にラッシュガードと呼ばれる、擦り傷防止や滑り止めを目的としたシャツを着用する。2007年、フィラ主催の第1回グラップリング世界選手権を開催。 2010年3月27日から28日に、ポーランドのクラクフで行われた第3回、グラップリング世界選手権では、日本代表選手、高く脳がぎと農儀のそれぞれ 90kg 級に出場し、儀で優勝資金メダルを獲得した。この競技で日本選手として初の世界チャンピオンである。苦悩は、2010年8月から9月、中国の北京、 オリンピックの下部大会である第1回スポーツアコードワールドコンバットゲームズに日本代表として参戦している。だが国際オリンピック委員会がグラップリングにいいイメージを持っていないとされ2013年にフィラのレスリングスタイルから除外されパンクラチオンの一種目という扱いにされた。しかしフィラが世界レスリング連合に解消後の2015年に ノンオリンピックスタイルに復活。組技で戦う、競技の総称である。打撃には一切禁止。フリースタイルレスリングにサブミッションを加えたもの打撃のない総合格闘技、ブラジリアン柔術のアリューとも言える。大会の主催者により微妙にルールが異なることが多い。一般には一本勝ちとポイント性を併用し、関節に、締め技による決着、または、 テイクダウンポジショニングパスガードリバーサルなどに与えられるポイントによる決着、同ポイントなら判定による決着を特徴とする。エディブラボーは充実家でありながら能技の先進性をたびたび主張しており、ジャンジャック・マチャドラギを重視する充実家と見解をことにしている。アメリカ合衆国留学中にブラジリアン充実に見せられたアラブ、主張国連邦アブダビのシェイク・タハヌーン。 ビンザイード王子がポケットマネーで開催するアドックサブミッションファイティング世界選手権がグラップリングの世界最高峰の大会として知られる。日本の総合格闘家、菊田さなえは2001年のアドック 88kg 未満級で優勝しており、日本におけるグラップリングの第一人者とされている。ここでは主要なグラップリングの大会の一覧を掲載する。 世界選手権日本選手権いくつかのプロ総合格闘技団体においてグラップリングルールの試合が行われている。日本でグラップリングルールを採用しているプロ団体は以下の通りである。以下の団体は総合格闘技ルールの試合を行う。傍ら別個にグラップリングルールの試合を開催している。ありがとうございます。